国民社構想とは、主に国が直接または間接的に関与して提唱する大衆者の制裁計画のこと。第二次世界大戦後は、主に開発途上国が中堅工業国へ成長する際に足がかりとして提唱されることが多い。20世紀初頭から盛んになった自動車の開発は、民間の自動車メーカーが主体となって進められてきた。その中で、 第二次世界大戦以前に国民者計画を提唱したドイツでは軍事利用も視野に入れた自動車の絶対的性能向上及び国民の福利構成の一環として第二次世界大戦以降に提唱した諸国では自動車産業はもちろんのことた産業などそのへの波及効果や外貨流出防止など様々な目的から立案実行に移されたしかし自動車生産は 技術的ハードルが高く、ライフサイクルが短いなど、技術力が蓄積されていない、途上国が独自に展開することには無理がある。このため1980年代以降は、自主開発を諦め、既存の諸外国の自動車メーカーの工場を誘致することが主流となった。ナチスドイツでは、アドルフ・ヒトラーが安価で、高性能な自動車を国民に供給する国民車計画を提唱。 当時の大衆車としては、極めて高性能な乗用車作りを積極的に進めた。その成果は、フォルクスワーゲンタイプ1として結実し、国主導の成功例として注目を集めることとなった。スバル360の最終モデル日本では、1955年、通商産業省重工業局自動車課の担当者であった。 川原明義管らがまとめた国民者育成要項がスクープとして新聞報道され、結果的に国としての規定路線となった。マルチ800の初代モデルインドでは、1970年代にサンジャイガンジーが提唱。国産率100%を視野に入れた時期もあったが、1982年に日本の鈴木との合弁企業化により、マルチウドヨグ社でマルチ800の製造を開始した。 自動車産業はインド経済の開放政策と合わせて成長し、後にたたモーターズ社などの近代化も見られた。現在では南アジアにおける自動車の主要生産国の座を獲得。自国内への供給ばかりではなく、輸出も活発に行われている。中国が直接的に国民車構想を打ち上げたことはなかったが、国策として1983年以降、 相次いで外国メーカーとの合弁企業の設立。1980年代以前に行われていた、古色創前の乗用車生産からの脱皮を進めた。これらの動きは、後の1990年代に三大三小政策と呼ばれ、事実上、国民者構想的なものとして後付けされた。三大三小政策の三大とは、第一記者とフォルクスワーゲン、上海記者と、 フォルクスワーゲン、新竜技者とシトロエンの合弁企業を示し、三照とは、北京技者と AMC、公衆技者トップ上の合弁企業及び、天津技者と大発の技術提携の組み合わせを示している。プロトンサガマレーシアでは1980年代に、マハティールビン・モハマド元首相が提唱。日本の三菱自動車との技術提携によりプロトン社を立ち上げ、 1985年から国民車、プロトンサガの生産を開始した。サガは三菱自動車のランサーをベースとしたものであり、純粋な国民車と定義すべきが議論の余地はあったが、国策として自動車産業育成のために輸入車の関税を200%に設定し、競争力を高めたことから、後々まで高い国内シェアを有した。インドネシアティモール社の S515。 モデルインドネシアでは1996年にスハルト大統領が大統領令により国民車構想を提唱し韓国のキア自動車との合弁でティモールプットラ社が創業を開始したティモールはマツダファミリアをベースとし税制面などでも優遇策を取っていたしかし翌年発生したアジア通貨危機の影響で不振に陥りティモール社は2000年に経営破綻 ティモールブランド社の製造も2002年に終了した。以後、日本や海外の自動車メーカーなどに協力を求めることはある。ものの具体的な進展を見せていない。ありがとうございます。